挑戦しようしようしよう。何何？あ、多分マットのシーツですよね。貼り直した方がいいと思います。マットのシーツまで行ってます。じゃあ、はい、見つけりゃ買えなきゃ。結構べちゃべちゃでした。エアコン誰か止めてくれ、熱い。そこのテーブル消毒して。大きな電池がない。はい。は9450円。はい。じゃあ買ってきてもらおう。この100均で。ちょっとお金渡してさ、どうしよう。買ってきて、電池ないとか言ってるから。単にかな。ちょっと一個出して。1個頭にあって、はい、でっかい方でいいよ。単2だよ、単2。何個いるんだろう。これ6個なんで、8.5 です。こっちはまあ、とりあえずいいんだよ。はい、コネちゃんのご飯さ、おペースね。はい、16号。8.5 です。8.5。なんか上に入ってた方がいいかもしれません。なんかないの？痛いよ、それで。ティーコから1000円ぐらいの。うん、いいよ、だから。はい、失礼します。寝てからにしようか。こちゃん寝てからだって。永田さん、はいはい、頑張れ。こっちゃん、こちゃん、美味しいね。はい、こちゃん、こた、はい、中田さん呼んで。コタ、頑張れ頑張れ。はい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 。あ、か、ダメだ。ちょっとさ、ご飯用意して。で、体重測って面会してもらって。用意したなら入ってもらってさ、体重測ってさ、面会してもらって。ハンドクリーム。コタ。なんで白いの使ってんです。前でもテープ使って布テープ使うんですか。布テープだったら茶色の方使って。白いやつは名前書くときに使おうと思って買ってきたやつだから。はい、再開します。はい、はい、はい、電池抜いちゃったの、もう戻しとかんとさ全然何も使えないって感じですけど。こっちゃ頑張れ。小島さん、中
頑張ったね。うん、いないいない。アイデックスはリパーでスペック CPL 調べてって連絡したの。あ、永田さん、私が間違えてやったやつですよね。佐山さん自分でしてよ。あ、どう、なんて言えばいいですか。 TLY で間違えちゃったから丸つけるところ、だからスペック CPL を調べてください。スペック CPL にしてくださいですね。少ないと早く電話すると止まって少ないですよね。そうですね。しばらく押さえておいて。ただこの、あの、フルミトラゼブムって注文かけた？何度体温？体温何度か？ 8.5 です。もしじゃあ光線照射してブラシ見てください。ほい、じゃあ楽になったか。じゃあ終わったかしら。じゃあこっちはブラッシングして電話かけます。さくらさん、補填代わって。2番に移ろう。じゃあ体重が測れないんだ。2番に移して受け止める。はい。